こんにちは。最近ちょっと気分が悪かったね。そしてなんか笑顔ばっかり話してるね。ごめんなさいね。この動画はちゃんと私の布団から、そうね、ちっちゃいアパートで、私コーヒーが大好きなので、スタバが好きや。そうね、スタバ本当に好き。そしてなんか桜ラテ好きじゃないけど、最近新しい飲み物は、新しいファプチーノは、ソイストストロベリークリームファプチーノですね。これ L と L of Starbucks。 クイズある。クイズ。マイフラペチーノ何々チャット、ごめんね、漢字難しいよ。あ、じゃあスタートから。音楽だったらロックは一番イエスかノーか。私にとってはイエスと思います。じゃあグランジ最高。ニルバーナが神様だった。そうだよね。ニルバーナが本当に神様だったの。じゃあ、イエス。イエス。映画は、ハリウッドよりヨーロッパ、なんとか。ハリウッドの映画は、なんかプロフェッショナルっていう感じですね。けどさ、多分ヨーロッパね。じゃーん。ノンホイップダークモカチップフラペチーノです。チョコとコーヒー、大人に、多分ね。私をスカイプ、このクイズはちょっとね、私実はフラペチーノ甘い好きじゃない、なんか超甘いですね。カロリーが高いよね。そしてちょっと高いよね。スターバックスのカプチーノ好き。そういうカプチーノ。Yes, please. はい。それで、以上ですね。スカイプ、ディンドンだから。お父さんです。でもこれは内緒だよ。はい。以上ですね。みんなもスターバックス来てね。私が大好きなスターバーだからね。いいところ。バイバイ。